FF14 ハンジングマニアのおねねです。ツイッターもよろしくお願いします。ハッシュタグおねねハンジングでつぶやいてください。今日は5分で作れる暖炉のフォトブースの作り方を紹介します。これからの時期、あったかいスペースでの写真はいいですよね。フレンドとちょっと写真を撮りたいだけでがっつりハウジングするほどではないという時に便利です。用意するもの、用意するものはストーンストーブ1つ、ラムシアンパーティション2つ、山積みの蔵書1つ、グランドチェア1つ、お好きなラグ、今回はザナラーアーガイルラグです。お好きな本棚、今回はウッドステップブックシェルフ、これだけです。作り方、まずこのようにラノシアンパーティションを置きます。本棚をここに置きます。ストーンストーブをここに置きます。こんな感じですね。グランドチェアを置きます。あとは本やラグを置いていきます。例えば崩れた蔵書などもいいですね。ラグを置きます。撮影する側に山積みの蔵書を置いておくと読書家の部屋みたいな印象になります。この撮影する側に山積みの蔵書のこんな感じで置くと、こういう風にちょっと写真の画角に本が入ってくるので、読書家の人の部屋なのかなという印象になります。以上で完成です。あとは各々で好きなようにアレンジしてください。暖を取る家具は御用邸の暖炉、クリスタリウムキッチンストーブなどたくさんあるので、お手持ちの家具で試してみてください。あとは人物を好きなように立たせて撮影するだけです。私の声のラジオをやっています。 Google Podcast、Apple Podcast、Spotify などでおねんねハウジングと検索すると聞くことができます。このチャンネルでは他にもたくさんのハウジング例を紹介しています。チャンネル登録して一緒にハウジングを楽しみましょう。ではまたねー。